みんなお家で過ごしてるかな。お家にいてなんか楽しいことないかなっていう時は LINE カメラで返信してみてはいかがでしょうか。ちょっと返信してみるよ。まず LINE カメラで送りたい人を選んでね。そして下にあるカメラを押します。カメラを押したら LINE カメラが起動するよ。そしたら下にあるニコちゃんマークを押してみて。ニコちゃんマークを押すとたくさんのテンプレートが出てきます。その中から使いたいものを選ぶとダウンロードがされて、こんな風に返信ができます。今マスクみんなあるかな。マスクがなくてもほらこんな感じ、黒いマスクだってこんな感じかな。ちょっとヤンキーに見えるのかな。普段はできないこんなことをやってみたりとか、どう、ヒゲ似合う可愛いのもあったりとか。そしてつまみがついてるやつはなんと小顔になったり目がでっかくなったり、普段と違うでしょ、随分変身カメラならではだと思います。口を開けてねなんて指示があるやつは口を開けてみるよ。口を開けてねっていろんなパターンがあるんだけどさこんなのもあるのこんなのもあったりとか、どいてどいて、どいてどいて。昔こんな髪が出してた人いない、イエーイ。美女と野獣のガストンみたいなのもあるよ。泣いてばっかりいないで、笑って笑って。普段できないことをやってみるのはどうかな。普段できないことをいろいろとやってみる時間があるぞ。下にあるシャッターを押して、そして矢印を押して送っちゃおう。なるべくお家にいてお家で楽しく過ごす方法を考えてみてくださいね。